サブドミナントのマイナーズね。マイナーメジャー。裏コードなんです、これ。っていうところを。はい、ということでですね、今日はですね、スティービーの、誕生日ということでね、5月13日、うちの娘と同じ誕生日ということでね、何か運命を感じますけども、僕の大好きなスティービー、お誕生日おめでとうございます。ということで、今日はですね、レイティ、スティービーでもいろんな、まあ、バラードがあります。有名な曲だと、まあね、レイティ、まあ、一番有名だと思いますけども、レイティの他に、あと何ですか、まあ、オーバージョイね。っていう曲ですね。あと、リボン・イン・ザ・スカイ。あと、まあ、マイ・シェル・ミア・モール。マイ・シェル・ミア・モール。あとはまあサンシャインとか、こうですね。You are the sunshine of my love, many days。 そういう中で、まあ、レイトリーっていうのは、まあ、一番有名な曲じゃないですか。まあ、分析がてらちょっと弾いてみようかなと思うんですけども、まあ簡単に言うとですね、これまあキーは C シャープですね。簡単に言うと、まあトニックですね。1度と、まあ、4度が、これが4度ですね。 F シャープで、まあドミナント、まあ1度に変えるドミナントとしては、まあこういうパターン、2-5-1、これはまあこの曲にもいっぱい出てきます。じゃあさ、ちょ最初からいってみましょうか。これはまあカノン進行です。進行、もうスティービーでもまあいっぱいありますよね、曲ね。こうまあ思い当たるのでも、これまあこれちょっと違うんですけど、これちょっとカノン進行の変化系、ちょっとここで出すのはどうかと思うんだけど、サードいく、これは実はこれ難しいんですよ。これまあ今度僕やろうと思うんですけど、本当はここでナインスになってるんですよ。このナインスの気持ちよさがあれば、じゃなくてこれ、ここがテンションなんですよね。これスティービーの、これ僕ね、まあ、解説しようと思ったんだけど、なんでここでマイナー使ってんのかっていうのが、僕もちょっとまたこれはまた別の機会にやります。ということでちょっと話ずれましたけど、カノン進行なんですよ、これがね。なれなれなれせねん、まあここで今イントロは
タララ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 ララっていくでしょ。で次レディアラナーズ、ちょっと英語は適当ですけど、ここまで可能進行。ここでまあここのこれははしょってるんですけど、これも251でいく。だからチャチャチャって言ってチャ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 っていく。だからコードで言うとタラタラタタラタラタタラ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 タタラタラタタラタラタラタタタみたいな、こういうまあもう J-POP でもすごくありやすい、まあありがちなパターンですね。2度マイナー、5度マイナー、あ、5度セブン。で、次がですね。っていくんですけど、ここ本来なら普通6度マイナーからの、このキーでいくとね、って言ったりすると、次に、ここの、っていうパターン。普通クリシェって6度マイナーから入るクリシェはよくあるんですよ。みたいな。これおしゃれなのは、で、2度からドレミのドレの2から2度マイナーからのクリシェ、これもねよくあるんですよ。これ2度のね、1度からのクリシェ、だからこれだよ、こういう、キーが、C シャープだとこうかな、なんかこういう、まあ、これ、まあ、これちょっと話が雑談っていうか、ちょっと外れましたけど、2度から落ちるクリシェっていうのも、まあ、あるんですよ。要は。だから、これはルートは落ちてこないんですよね。スティービーの場合は、ここはもうマイナーメジャーでいってる。1とセブンス、1とセブンスからの25、5、6、ここに転調。I'm a man and winning wishes, hope my premonition misses。 これは1度から4度ですね。4度のサブドミナントのマイナーメジャー。 Premonition misses、で、ここも25ですね。ここさっき出たサブドミナントのマイナーですね。で、ここほんと気持ちいいね。マイナーメジャー。あ、マイナーメジャー。マイナーセブンね。True.
また戻る、まあ、英語的とね、クリチャーネ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 ーサブの前、サブドミナント、ダーナナ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 、あ、これマイナーメジャーじゃなくて、マイナー6だ。ダーナナナナナ、ストンネチン、ボロブリピン。サンドマイナー、ドミナント。で、ダーナンダーン、ネイスン。けどこれもいくんですよ。ここはあの一番この曲の盛り上がるところ、これはまあ普通の2度マイナーから、これはまあさっき言ったサブドミナントマイナーですよね。普通はこういくんだけど、スティービーはここからまでいくわけですよ。でまだ終わるのかと見せかけて、で転調してんですけど、これはサブドミナントなんですよ。じゃあ何のサブドミナントかっていうと、 F シャープに転調してんです。 C シャープから F シャープに転調、これ転調してんだけど、どういう転調プロセスをたどってるかと、これすごくかっこよくて、まで来るでしょ。こっから本来はこれ F シャープマイナー7なんですよね。あ、じゃあ C シャープマイナー7ですよね。 C シャープマイナー7で F シャープ7に行って B に行くんですよね。ここなぜか次 C9 です、まあ、C7 の、まあ、C9 のフラット5なんですけど、C7 と考えた場合、じゃあこれ、ルートで行くとね、こっから、でこう言ってるわけですよ。気持ちいいですよね。まあ、スティーブよくやるこのコードなんですけど、ここ、実は、F シャープの、F シャープ7の裏コードなんです、これ。裏。裏ってことだから、っていうところをこう言ってるわけです。これは普通の251ですよね。251、この55度の裏コード、この裏コードが入ることでこういく代わりにこういけるわけだからね。動くの？でこういけるわけ。だから理論上これはまあ理にかなってるんですよ。ここで C9 ですフラット5。だから。どこまで
までグッドレルガン I'm a many weeny wishes I hope about my cremination missesこれ一緒ですよね、前回この前のところと一緒、結局このっていうところ一緒。普通はこう行くんですよ。これはまあ、キーがまあ変わって F シャープになったって言ったでしょ。と、2-5-1 で行くんだけど、スティービーは。ここはね、理論的にどうこうっていうんじゃないんだけど、僕がよく使うのは、例えば、タン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 、こういくのもおしゃれ。こういうのもおしゃれ。スティービーはこう使ってる。これはまあ、その理論とかじゃなくて、意外な、あれこういくのちょっと意外なところに飛ぶっていう、まあ、やつですね。スティーブよく使うんですけど。じゃあちょっと、通して弾きますか、レイチェル。I can't read it with my heart and feelings.
since then I'm a many misses. I hope my premonition misses my limousine. Oh, I've been always turn to cry. I've been以上でございました。スティービー様、お誕生日おめでとうございます。今日使った譜面はこれでございます。はい、それではありがとうございました。いい曲。